こんにちは、サックスの川原塚雄二です。今日はサックス演奏解説動画、ちょっとこの類のもの久々になるんですけれども、こちらをお届けしようかなと思います。演奏解説というか、演奏方法の紹介といった感じになるかと思うんですけども、シンリップ、ファットリップ、ダブルリップっていうのの種類の違い、そしてそれをどうやって使っていくか、または使い分けていくかということをちょっとお話ししていこうかなと思います。もし気になった方は動画を最後までご覧ください。ということで始めていきます。まずですね、今回はダブルリップってどうやるんですかっていう質問をいただいたことが、きっかけになっています。なのでダブルリップっていうのをまず説明したいんですけども、皆さんがよくやっているこの下唇を下の方に巻き込んでください、上の歯はこのマウスピースの上のところに当ててくださいって言われる一般的な奏法、これをシンリップと言っています。で、ただ僕あんまりこうなんか巻き込むっていう言葉があんまり好きではないんですけど、まあ歯に対して下の歯がリードに直接当たらないようにこのクッションの役割をしているわけですよね。で、アンブシュアの動画でも結構言ってるんですけど、巻き込むのではなくて、あくまでそのままんっていう閉じるやり方で、そんなに歯にかぶせない、ただ下の歯は直接リードに当たらないっていうのが、理想かなと僕は思ってるんですけど、で、ダブルリップっていうのはどういうことかっていうと、皆さんご存知かもしれないんですけども、上の歯も当てないってことなんですよね。なので感覚としては上の歯も下の歯もこう巻き込むっていうふうに思っていらっしゃる方結構いるんですけど、巻き込むっていうのではなくて歯が当たらなければいいってまず思ってください。で、その分どうなるかというと、普段噛んでる人はですね、この歯が唇に、上唇にこうかぶさってくると普段噛んでる人は痛いわけですよ。なのでこれが噛んでるなとか、最初からもう噛み癖があるような、奏法をしてしまってる人がいきなりダブルリップにするっていうことは、割とリスクが高いかなと思っています。普段から新リップでジャズ奏法をしてる、割とこうリラックスして老けているっていう人がダブルリップをやるんだったらそんなに痛くないのかなとは思います。その辺をちょっと音色とともに解説していきたいんですけど、まず一般的にやっている新リップっていうものを吹いてみますけど、こういう普通にただ吹くっていうだけなんですけど、これをダブルリップにしちゃうと、そんなにね、外からは見た目の違いっていうのはないと思います。一番上のファとか出した時に音色の違いっていうのはちょっと出やすいかなと思うんですけれども、基本的にはちょっと丸くなる、で、豊かな倍音がいっぱいこう含まれるっていうことになるので、皆さんダブルリップにしたい方っていうのは結局この音色を目指してるわけですよ。柔らかい音色で、柔らかい音色を目指してるんですけども、その弊害としてこの上の歯でしっかり固定するっていうことができないので、こうちょっと不安定になりがちなんですよね、慣れるまでは。なのでここしっかり練習しないとダメです。新リップ、ダブルリップのちょうど中間って言ったらいいのかな、ファットリップっていうものがあります。ファットリップっていうのはどういうものかというと、下の歯をリードに当てないっていうのは変わらないんですけど、で、そのためにこの唇をこうあってやってますよね。で、そもそも巻き込みすぎっていうのは良くないっていう話はもう僕は常々してるんですけど、で、僕の場合はこう何もしない、ってただ閉じるだけっていうのを推奨してるんですけど、これに対してちょっと出すっていう考え方になります。で、これあんまり僕得意じゃなくてですね、得意じゃないというか無理やりこれをやってる人っていうのがそんなに日本人でもいないんですけど、これ結局ですね、外人さんの唇がこう結構大きいぞ、ボテッとしてる人、こういう奏法をするといい音がするかもしれないっていうことになるんですよね。結局こうやって唇を出してて、しかもこう歯が当たってないっていうことは、歯は宙に浮いたような状態になってる、ただ噛んでない、ただほんのちょっとはこう乗っけてるわけですよね、下唇がこの歯に対して。
そうするとこのリードに対してクッションの幅が今までこれぐらいで当たってたものが、まあぶっちゃけこう、こういう感じで当たってるようになるわけですよ。クッションが厚い、リードの振動を殺しがち、ただその分音が丸いぞっていう風になってるわけです。でダブルリップっていうのは、そもそもこう噛むことを防ぐっていう意味もあるわけですよ。なので柔らかくマウスピースをより包んであげることができるようになって、音が丸くなる、倍音が豊かになる、音色が良くなるっていうことになるわけです。ただその分安定感がなくなりますので、瞬発的に高い音から低い音にパッ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 行ったりするっていうのがちょっと難しくなります。できないっていうわけじゃないんですけど、練習が必要になってくるかなと思います。で僕が言うダブルリップっていうのは、もう今までこう新リップでやってましたけど、もうこういう昔のジャズ大好きです、もうダブルリップのあの音、もうこれを目指したいですっていう人がもしいたならば、もう完全にシフトするのは別にいいと思うんですが、僕がレッスンで言ってるダブルリップっていうのは、口を噛んでしまっている人に対して、それを自分でどれぐらい噛んでしまっているのかっていうのを分からせるために、矯正方法の一つ、確認方法の一つとしてダブルリップをやってもらうことがあります。っていうのも、例えば吹奏楽をやってました、クラシックやってましたっていう方がジャズ奏法を勉強したいですっていうなった時には、もちろんその道具の違いっていうのもあるんですけど、やっぱ一番ネックになってくるのは、このどれだけ口を緩められるか、緩めた状態で音をまっすぐ安定して、なおかつピッチが取れるかっていうことになってくるわけですよ。その時に噛んでたらダブルリップできないわけですよね、痛いので。わざとダブルリップの練習をしてもらって、痛くないっていうところまで持っていきます。そうすると噛んでないなっていう確認ができるわけですよね。そのためにたまにこのダブルリップっていうのを練習したりするんですけど、そもそもアンブシュアの筋肉がそこそこできてます、で口も緩めてできてますっていう人にダブルリップをやってもらうと、ダブルリップが初めてだったとしても結構もう安定して吹けるわけですよ。なので、その確認方法ですね、ダブルリップ、ダブルリップといってもこう、ん？って思いっきり唇が全部隠れちゃうような、こういうのを勘違いしてる人もいるんですけど、こうではなくて、上の歯が当たってない、あんって閉じるのは基本的に変わらない。で上の音に行けば行くほど違いっていうのが分かると思います。これダブルリップ、新リップ、これちょっと、やっぱうんってなりますよね。今ちょっと違いが出るようにわざとらしくはやってるんですけど、基本的にはちょっと噛んでしまった方が高い音はこうギューってなりがちです。それを防ぐためにダブルリップの練習をたまにやってみましょうっていうのが、僕の考え方です。でダブルリップっていう奏法は、割とこのマウスピースの中が大きい、例えば今これメイヤーですけど、テナーの人だったらリンクとか、中のマウスピースの中の容積が大きい方がより違いが分かりやすいんですよ。でもう一つは、僕が普段使っているようなこういう細いやつですよね。細いやつっていうのはより多分痛いと思います。なので細いやつで根っからダブルリップにしたいですっていうのはあまり向かないと思います。あくまで矯正方法の一環としてダブルリップを使う、ちょっとこっちでもやってみますね。はい、付け替えました。まず普通の新リップ。ダブルリップ。まあ当然ダブルリップの方がコントロールしづらいですよね。小さいものに対してなんかこうシビアというか、ちょっとした違いがミスト音になっちゃうので、これ新リップでタンギング、これダブルリップでタンギング、これぐらいの音域だったら、まあその音の太さの違いっていうのが出るかなとは思うんですけども、やっぱこの幅の小さいマウスピース、ここが薄いやつとかは、ちょっと僕はやりづらいですね。ただ力が入ってないかっていう確認をするのには、問題ないかなと思います。まあ極端な話、新リップで普段やってても下の唇噛んじゃって痛いっていう人が結構いるんですよね。なのでここにわざとなんかこう
紙巻いたりとかする人いるんですけど、あれだともう情報が全然少なくなっちゃうので、僕はあまりおすすめしてないんですけど、とにかくこの痛いとかっていう人はたまに練習してみるといいかなと思います。多分より痛くなりますけどね。これが痛くならないようにするにはどうすればいいかっていうのを、研究してください。でもう一つ、これも前ちょっとだけ話に出ましたけども、エリック・マリエンサルさん、こちらの方がですね、昔教則ビデオでやっぱりおっしゃってた練習方法があります。いかにこう唇に頼らないか、負担をかけないかっていう練習方法、これも確かめる方法なんですけど、普段の演奏では取り入れないんですけど、出っ歯の練習っていうのがあるんですよ。でこれどういうことかっていうと、まあちょっと見た目あんま良くないですけど、上の歯をこう出しちゃうんですよね。このいかに上唇を全く使わないか、当然シューシュー漏れますよ、漏れますけど、下唇に負担がどれぐらいかかってないか、頼ってないか、これが音出ない人はどっちかにものすごい負荷がかかってるっていう風に思ってもらっていいと思います。まあ、当然音としてはね、息漏れちゃってるんで全然うまくできないですけど、これも確かめる方法の一つで、まあ、あんまりこの顔を見せたくないですけどね、うん、話戻しますけども、ダブルリップ、これはですね、そういった音色を出すためにそのままダブルリップにシフトチェンジする人、僕のように練習方法の一環としてこれを取り入れる人、いろいろいるかと思うんですけども、あまりこうんってこう巻き込むというか、そういう表現はあまり良くないかなと思います。あくまでもんんって閉じた状態で歯を浮かせてる、新リップだとダブルリップ、まあ、低音はちょっと楽になりますけどね。新リップ、ダブルリップ、まあ確かに音色というか変化はありますよね。好みによってはダブルリップの音が好き、特にリンクとかですね、その中の溶石が大きいマウスピースで吹いた時のダブルリップの音が太いっていうのは確かです。なのでここを求める人っていうのもいっぱいいらっしゃいます。これをすることによって、安定感が失われたりとか、瞬発的な、アタックを出したりするっていうのはそれなりの訓練が必要であると、いうことなので、僕の場合はダブルリップは確認方法として取り入れていくという話でした。このダブルリップ、そしてちょっとだけファットリップ、そして普段の新リップ、これの違いについてですね、ちょっとお話をしてみました。これはですね、でも実際どうですかっていうのは、その人の口とか吹き方を見せていただかないと、これ以上のアドバイスというかできないんですよね。先生に習ってらっしゃる方はちょっと先生に聞いてみてください、これ合ってますかっていうふうに、もしくはオンラインで僕の方に連絡をしていただいて、オンラインで実際にちょっと見せていただいて、それでアドバイスっていうことはできると思います。ということで今日はダブルリップですね、これについてちょっとお話をしてみました。今後もですね、こういった奏法解説動画っていうのも、あとこの間のマウスピース紹介動画とか、そういったまたちょっとマニアックというか、ちょっと深いお話をしていけたらいいかなと思いますので、ぜひチャンネル登録まだという方はぜひお願いいたします。ということで今日はこの辺で失礼します。どうもありがとうございました。